ああ、待たせたな。タバコも充電できたわ。こんにちはあ、待てよ。ちょっと待ってな。そういえば、まあカメラ映さねえからいいんだけど。なんなら俺映ってねえし。あ、ブラウザ消しとかね、あんまあ、なんか地球になっちゃって、まあいいや。えっと、こうだ。<laughs> よし。はあ、いや、いい誕生日だった本当に。ありがとうな。<laughs> お金いっぱいもらったか。ごめんなさい。200エール数え間違えてました。14万4900エールさんでした。<laughs> 200エールいくつ飛ばした配信終わった後にデータ出るんやって。<laughs> ありがとうね。<laughs> 誰やったんやろな。逆にあれじゃね。100エールが2人飛ばされた可能性は低そうやで。200エールが多分1人飛ばされた。<laughs> レア <laughs> そいつもありがとう。<laughs> 何に使うんだ何に使おっか確かにないやパーティーグッズも買ったしうんうんふうお前誕生日会とか女見下しといてめちゃめちゃ女みたいなことしてんなおめでとう <laughs> おめえ情緒が怪しいんやわ <laughs> <laughs> <laughs>、うんまあ誕生日なんてもう気持ちの問題なんでねあの本当にありがとうねおめえらもなコメントでは言ってなかったけど言わってたよみたいなやつおりやろ 分かんねえけど <laughs> そんなんでいいんだありがとな <laughs> うんまあ言葉も大事やけど気持ちやんでな本当に形だけのもんとかよりさまあおめえら俺のこと言わってくれるやつでさ形だけのやつはいねえやろうけどさ <laughs> なんかその上っ面っていうよりなんかやっぱ気持ちで言ってくれるっていうのが嬉しいよ <laughs> うんうん今日からストサバだぞってへえ DM 来てたからごめんなさい見てないですね来てたとしても別に関係ないんですけどそれはねもうそれ僕のプライベートなんでねうんいやほんと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 いやー誕生日だし何かしてよ何しろってのこの俺にオラにうんそのボンバーマンかわいいねって結構前から使ってるてか来てるうん去年って何してたっけ うーんふぅアニマルパーティーしろよってパーティーアニマルなうんスプラはスプラやってるもん裏で最近うーんあー今日機嫌いいけど何かあったのって誕生日だったんだ単純にな いやーな,んかなんかでもな本当に思うとか37はやばいみたいなさちょっと思ってるとこあったんやけどさ変わんねえわ何も <laughs> 当たり前やけどそりゃそうだ36歳364日とあの別に変わんねえよな冷静に考えたらそうなんよな形に数字だけのもんやるな冷静に考えたらうんこれから毎年言うことになるんだぜ38はさすがにやばいって 39とかも四40やんけ40なんやけどやばい50はやばいなるかもなうん40はマジでやべえぞってかね楽しみじゃのううんうん50だったら諦めがつくぞでもでも45と46とかやったらもう何でも一緒って思いそうなもんやけどどうなんやろな違うんかな あ、脱足とかってまさにそうやん47やんうん気づいたらじじになってんだよってみんなそうだうんそれ言う前に死んどかないとな死なないといいねってそうだね生きてますお前40になっても今のスタイル続けんのか続けますちなみに自分が一番心地よいスタイルを貫きたいなうん だってみんなそれが好きで見てるわけじゃんだから配信スタイル変えるってのは違えんだよねうーん好き放題しろよーどうする ?VTuber あがめ始めたらコメントとプロレスしてねーってプロレスにしてね <laughs> うんうんもうやってんじゃんうん 応援のソングももう一個あるんだぞってどれどれしょうんお誕生日ソングいっぱい作ってもらってるみたいねいや別の方です 誕生日ソングってよほいほいうん一体どんな曲なんでしょうか今週は忙しかったなえ俺お前お忙しかったっけなんかいろいろあったどれ結構4分もあるぞなんだ

見られない配信の方やけどこれ 走。 ようよう。ん。いいな。うん、うんと、ロレロレ。あ <laughs> あ。おおむね世間に受け入れられやんおじさんなのに。幸せ者だ。<laughs> うん。なんて曲名。おえちゃんを見よう。でした。ありがとうございます。うん。 何度も収穫の時期だね NHK みたいだったな確かにちょっと NHK 寄りやったうん誕生日のゲームとかねえのかーっていなんかありそうやけどホラーゲームっぽいな勝手なイメージうーんうーん ろうそく消しオンラインがあるぞって何それ昨日のゲームは全然ホラーじゃなかった面白かったあれマッドだぞーでまあ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 明日晩ご飯終わってからも配信すっからなー今日はゆったりしてえなーおめえらのこう,いうこういう日ぐらいおめえらの誕生日トークでもしとくかそうさっきはね結構あの雑談なかなかできなかったからね落ち着いてな うん、いつもゆっくりしてんじゃねえかはい誕生日トークってなんだおめえらの誕生日の思い出話うん今までもらった誕生日プレゼントって何だって何もらったっけ誕生日プレゼントか誕生日プレゼントって言われると何だろうなゲームとかが多かったかな,なんかそうやって言われたらどれって言われたらどれがどれやったっけってなるな スイッチめっちゃ嬉しかったよとかいいじゃんうんうんうん大学受験の合格発表が誕生日で最悪な日だった落ちとる <laughs> まあそんなもんあるわな誕生日はみんな平等に1年に1回取るからなしょうがねえよなケーキ食わねえのかケーキもあるかもなうん うんうんうん。へー。そろそろなんかゲームしようぜ。しない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 。しないしないしない <laughs> うん。スプラやるかー。で、なんか誕生日っぽい感じがいいなギターかた、俺もそうだわ。そうやっけ小6の誕生日ギターやったわ。そうだわ。 昔使ってた方のギターがそうだなうーん60年前か計算がバカバやねえかうーん誰からってまあそれはもう家族でって感じみんなで行ったわ楽器屋さんに今も続いてんのすげえなあでまあ興味あったからなただ才能がなかっただけ興味はあってん俺 うん,うんうんうんコロナの給付金でギター買ってもらったよーってはいいわねうん上手じゃんでであれは練習したからできてるだけで才能はないんや俺はそうな俺が才能あったらあのギターもっと上手いから<ー> <laughs> 弾いてる量が俺かなり多いもん量に対してで考えたら圧倒的に下手 お前大体それだよなーってそうか <laughs> ものによるうんだからもう早い段階でやめたもん俺19の頃にやめてるからギターあ才能がねえって分かってたでうんそうねだから12歳から19歳まで弾いてたって考えたら7年近く弾いてるからな うーん割と努力するようなでまあ興味あるもんはな顔赤くねえかーってこれ光加減の問題でしゅースケボー1年やってようやく技1個習得できたぞそれすげえなそれも結構才がいりそうやでなどうなんや1年やって1個は少ないんかもしれんけどそれができるようになったのがすごいわどんな技があるんか知らんけど あれか端っこの方こうやって足でポンってやってこうやって掴むみたいな <laughs> こうやって上に上がってきて <laughs> なんか俺も練習すればそれ1年ぐらい練習すればできそううんうんうんお前今日腕太くないか本当に筋肉質、まあ、俺マッスルボディーやでなうん努力できるやつ尊敬するわーでまあ俺もほぼしないからね するもん決める決めたらやるってくらい俺も努力嫌いだから今日ハゲてる今日全然ハゲてなくね帽子かぶったり脱いだりしてたりちょっと怪しいかも確かにうーんだからこのくらいの知名度なんだよねで十分すぎない十分すぎるよ引きこもりのさ割と知られてるうん えー知られてはいるよなって。まだ足りないよって。なんならおめえら俺のことを有名にしたい。別に有名になる道こは俺は割とどっちでもいいからおもろいことできりゃそれでいい。うん。うん、そこそこでいいよなって。まあ無名でいいよ。うん。うんうんうん。う中途半端なんがいいよなって。うーん。 いやあ、うんうんうん。お前が有名になったら発言掘り起こされるしなーってな。それも困るしな。うんうん。このくらいの人数がちょうどいいよなーって安心するよな。うーん。うん。 掘り起こされても炎上しないくらい好感度下げとこう。な、途中だよ、お前、好感度上げしに行ってもよくねえからな。でも俺、好感度は割と高い人間やと思ってるから、問題発言がちょいちょいあるくらいで。<laughs> そうなのよな、難しいよな。うん。うん。ハイゲで好感度上がっちまったしな。まあ、普通にしてたら上がるんよな、やっぱりな。うーん、<laughs> 普通にしとるとどうしても上がっちゃうからな下げてかんとなうん,うん普通って何だってありのままでいたらって話ようんこち亀現象なって悪意ある切り抜きが多くて大変だよねそうなんよ最近はなそういうのもんだもあるからな大変うーん うんうん、有名になったらもういけるかもしれんぞあのさ人間の価値をあの数字で判断するゴミやめな <laughs> お前は多分取りつかれてるよそういうやつらってどうなってしまうんやろちょっと冷静な判断力も必要やで 女は数字にメロメロだからなでも女はそうやったとしてもまあ萌もそうなんかあって指標として分かりやすい配信の来場がモテる数みてえな世の中の男女どうなってまうねん,う,ーんうんうんうんな女性のことをなんだと思う失礼なやつがいるよねうーん いや頭の上に数字出てほしいよなそうなればねいいんやけどなあの子あの子ってかっこよくてサッカー部でイケメンだけど数字少ないのかじゃダメだってえこいつチーギーでキモいのになんでこんな数字あんのみたいなメロメロよそうなったら頭の上にハートとかの数字が出た方がええよなそういう目で見てくる可能性あんもんうんエロ漫画志向だって そういう漫画読んだぞってあるんややっぱり漫画の見すぎてだからそうやって数字で語ってるやつはそうなんやわ <laughs> <laughs> うんうーんどういう女がええかな <laughs> <laughs> そうやって考えたらどんな数字でとる女がいいやろうな <laughs> ええ三37やし <laughs> うん、ドヤコンが一択でしょうお前が選ぶのかよ当たり前じゃないか、うん、あのかねてよりあの歴史から歴史から見て学んでもあの男が女を選ぶ時代なの女は選ばれる存在なのよだからプロポーズって男の方からするってるでしょあれ選んでんのよ選んだやつにしてんのよそうだよね間違いないよね、うん、当たり前じゃないですか何言ってるんですか今更うん ふうこう感度下げてんね違う普通にしてるだけやねんうーんお前はプロポーズする度胸ないだろうけどなって、うん、ないと思う <laughs> うーん声優とかアテンドしてもらえようであすじゃろ女なって <laughs> うーん誕生日からスタートダッシュ決めてんな <laughs> うーん ドヤコンガとかなうんうんうん歴史的には平和な時代は女の子が強いへえ平和になると女が権力を持つってなるんかまあそいつ戦ってるのは基本男だからなそりゃそうなんじゃねうん売れっ子ドヤコンガも裏アカ作るんだねってあれ闇深いよなうんなんでそんなことするんだろうって思う <laughs> うん、バカなのかなでバカ可愛いねそんなんないでしょういやーもったいないよなうんうんバカだからしょうがねえんだようんうんこそバコンガって呼んでいいうん絶対ダメです <laughs> うん女は周りを引きずって自分が一番になろうとするんだよって自分が一番輝いてえじゃなくてか うんまあそういうのが如実に出やすいんかもな確かにあのリンヤーもこうやってあの自分がこうやってアイドルの,あの選抜オーディションがあってそれで潰されちゃうみたいな感じで言ってトイレに閉じ込められてたもんな <laughs> まあどこの国もやっぱりそういうのがあなるんやなうんうんリンヤー懐かしいねあれまだ2週間前なんだぜ実は <laughs> 男にはそういうのないよなってないよな、基本。ないよな。うん。うん。あの頃のお姉ちゃんはよく2週間前だっつってんだろ。今も変わらんわ。なんであの頃は、みたいな。言いたいだけやろ、それ。どんな俺急速な変化遂げんねん。洗脳されてるよ、もうそこまで来たら。うん。いよ。 毎日劣化してってんだよなーでこのまんまじゃ終わっちゃうよ36の頃ならなーって <laughs> いやー間違えるわ36って自分の年齢やと思っちゃう37らしいぜうーんうーん昨日のことのように思い出せんなー今日投稿されたマッドだぞでまたマッド見んのかおめえら大好きねーうーん よいしょ。え消して。なんこれ行けってこと。しょうがねえな。えー、Go to Tokyo <laughs>。もうタイトルが不穏ですもん。 GoToTokyo 言うてますしホラー映像ですかって分からん不適切な発言が一部お見苦しい点があるってよ何があんだ一体何が

おもろかったら荒れないんだけどねうるせえ好みてめえが話してからしてるだけや殺すぞ殺すぞ俺はほーラー一いやらせてくれたら誰でもいいねバカバカ女がどぶにでもかっこいいしインースーパースーパーおもおスーパースーパーもうのスーパースーパーなトン

誕生日マット多いね今日は一大イベントやったんかもしれやんなパーツが埋まったねーって <laughs> うーん祝日にすべきじゃないかそうだよな今日祝日にするべきじゃねえか世間的にで東京行くんですかはいうーん V 豚が延長してんぞいつものことじゃん V も V 豚も延長する定めなんだようん誕生日でここまで盛り上がるのすごいねで他の誕生日みんなさ他の配信者って誕生日配信ってしてる俺ぐらいひょっとして意外としてないみんな誕生日はリアル遊んでんのかなあんま聞かなくね普通しないんか VTuber だけ そうやんなあんま聞かんもんなみんな誕生日あれなんやなははははは。<laughs> <laughs> えー、チキン冷めないね。うんうんうん。女配信者かお前くらいって、じゃあ男のさ、誕生日祝いたい配信、需要そうなめってこといいことじゃねえかなみんな嘘の誕生日言ってるしな。うー、んうん。 うん。お前は誕生日をこすり倒すからいいよなって、いいかいや、俺本当だよ。今日免許証まで見してやん。<laughs> 俺本当だよ。嘘つき VTuber と一緒にしないで。<laughs> う,んうん。ええー、心が若いね。うんうんうん。いや、あれ住所移るんで。うーん。 えー、自分の誕生日知ってることが幸せなんだね。うんうんえー、これ見てくれよ。何あんたらは今日は何マッドが見たい気分なのかいいや見ないです。僕関係ないんでこれ。<laughs> <laughs> 僕関係ないですもん。見ないです見ないです。よいしょ。ああ。 坊主見せろよ。チラッとだけでもう一本コーヒー飲もうかなってか誕生日はでコーラ飲もうと思って買ったのに飲んでねえんだよなうその誕生日で祝ってもらうってどんな心境なんだって <laughs> じゃ人格が乗っ取られんね VTuber に限らず女配信者とかみんなそうなんじゃねえかうん人としてやばくないかって怖いよな うん。うん。今日こそはこれを見てもらうぞ、見ねえわ。何や、それ。何 <laughs> や、お前、借金取りかなんかか。おい、今日こそはこれを見てもらうぞ。<laughs> うん。設定だから、みたいな。本当に v チューバ r って都合いいよな。うん。うんうんうん。私は伊藤じゃない、私は伊藤じゃない、私は伊藤じゃない。ないあれ、名シーンな。 うん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 いやでもあんな貴重い視聴者相手にしてんのすげえよかっこ自分は違うって <laughs> <laughs> でもおめえらはさすがに割と常識分かってると俺は思ってるけどな最近ちょっと怪しいけど <laughs> <laughs> 最近ちょっと怪しいけど <laughs> 基本的にはな <laughs>。うん。そうそう、一部ね。でもそういう常識わかんないやつがついた方が配信としては強いんだぜ、本当は。VTuber 見たらわかると思うけど。キモんのベクトルが違うよな、で、そうそうそう。まあ、はたから見たら一緒に見えるんやけどよ。なんか、ポリシーがあるやんうーん。うんうんうん。ええー。 俺らでよかっただろうっておおむねそう <laughs> 最近手放しで言えんことあるからちょっと苦しいけどおおむねお前らでよかった <laughs> うーん殺すぞほら二言目にはこれだ <laughs> 最近喧嘩したけどなって <laughs> まあ今は大丈夫です <laughs> 言ってよして 10万以上もらって文句言うなそれは関係ねえだろ <laughs> <laughs> なんだお前数字で判断するタイプか金額で <laughs> うわて <laughs> うんうんなんかなういきしようよ <laughs> うんたくさん喧嘩もしたね <laughs> うん誕生日おめでとうありがとう これから毎日小じきすんのかっまあ難しいなでも俺はやっぱ記念日にさつける方が向いてるなって思うんだけどなどうなんだろううーんやめろ難しいねうんうんエールの切り方がわからなくて俺大変じゃないかで何人読み上げたかわからんだよなこれいつか限界来るもんな確かにな。 だからこれ以上増えるとダメってことやな。うん。どれどれ？<laughs> いきなりおかしい。<laughs> いきなり変、えー。誕生日記念、おえちゃんマッドストサバイきてえな。ストサバイきてえな,ーてーなー。みんなで楽しく遊びたい。 かわいいみんなと遊びたい。<laughs> 近いし放題、どうせつえるみんなのアクプレストリーマー。え <laughs>、みんな幸せつない。なやこの声。トイさん、お願い。様にいれて。そんな。<laughs> あんまり誕生日記念関係ねえし <laughs> 声キモいもん <laughs> スートサバイきてなー <laughs> ストリーマーとか言う,だろうなよな気持ち悪いニコ生主な <laughs> ニコ生じゃないけど <laughs> うん言えたじゃねえ歌ったんだよ うん昔オープン主って言われてたやつオープンレックの配信者オープン主パーカーとかもらったよな懐かしいちょっとえー、っと俺押し壊したよな飲み物持ってこうよピッ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 絶対またトイレ行きたくなるわ よいしょ、荒らさないでください。<laughs> うーん、いや、コーヒーにした。なんか今日はちょっとコーヒー飲みたい気分がな、高まってんね。コーヒーってあんまりには良くねえんやっけい買いだめしてんのか、ってしてる。ちゃんと、普段お茶飲んでるかな。うーん、マウントレーニャーが一番うめ。うーん、昔あの、 エメラルドマウンテンとか飲んでたけどさマントレーニの方がいいなって思うわカフェイン中毒になるぞってたまに気持ち悪くなるし気をつけよううんどういう違いなんだって味がやっぱり違うコーヒーはエナドリはやめたたまに配信する前にあのディボビタンとか飲んだりはするけど昔結構7年前とか毎日レッドブル飲んでたわ 2とほど好むからな、レッドとブルを。体に悪いしねそう、やめて正解だよ、で、まあ、高いしよ、そんな別に毎日飲まなくてもいいか、みたいな。睡眠たくさんとった方がそれよりいいわ、と思って。変えたな、俺は。エナドリで無理やりムチ打つよりもしっかり睡眠とろう。でもな、途中で最近起きちゃうからな。うーん。うんうん。そう、糖分やばいしな。正解だねえってだろ うんうんエナドリは太るんだぞ別に飲んでた時太ってないおい <laughs> しいから飲むんだよってまあおいしいよなレッドブルとかたまに飲むとおいしいなって思うしたくさん寝て明日のパーティーに備えないと <laughs> 言うて夕方からやけどな <laughs> あで終わってから配信ですかね パーティーって何すんだあすしと憎く。でケーキ食ったりする。そんなもん。でバースデーソングを歌う。うん。めっちゃいいじゃんでまあ一般的な誕生日でしょ。言うて。混ぜろんよ。うん。宗教じゃんって別に嫌 <laughs> な宗教じゃないでしょ。ん <laughs> や宗教って。 うん、俺らも呼んでよ呼びたかったないやそれ別にカルトとは言わなくないって思うんやけどうんひねくれてんなって誕生日ってそういうもんでしょうん、うん、えケーキは何が好きなんだって俺はなチョコケーキかないやショートケーキでもええけどどっちかやな家族と何年も会ってねえやって まあ、たまにはあった方がいいかもな俺もな昔な家族とずっと一緒の女で家族と会うってそんなになんか大事なことなんかみたいな規制してるさ友達とか思ってたけどさあでも確かにそういう感覚は大事なんやろうなと思った俺も昔分からんないよ実は俺はずっとさこうやっていたからさ、うん、確かになーってそう離れてからそういう風にも感じるもんなんやろなお前は規制なって <laughs> うんうん明日は不二家のケーキだよ今会いすぎだろうってまあいいじゃんそれまあ言うて俺は2日に1回とかの時もあるしうん離れてるけど何も思わねえぞまあたまに思い出してなうん妹の顔わかんなくなっちゃったって <laughs> あでもそういうのちょっと感覚わかるよ離れすぎてるとちょっとわからんっていう なんかあるんよなそういう感覚ってうんう許されるなら実家でニートがしてえなーって許してもらえるかな <laughs> 声を忘れるんだよなーって声は出るけどな俺はなんか喋ってた時のあれとかう,ーんうんうんうん はあ、声は俺は出るんよな意外と耳がいいんよな歌下手だけどうん俺はもう本当に小学校の頃から関わり合った人の声はみんな思い出せる特殊な脳をしてるんやうんいや声ちゃんと出てくるもんマジだからお前らとは脳の作りが違うんだって <laughs> 結構マイナーな名前だけ知ってるやつとかでも声出てくるもん俺クラスメートとかのちゃんと出るうん特殊だねマイナーって失礼、まあ、あんまり関わりなかった子でも田中さんは出るよ普通に田中も出る <laughs> 田中女やったけど うん、うん、鈴木は鈴木は出る宮下は知らないうんレムの声優知らなかったのに似てあれはレムじゃん声優の名前は知らねえいうんえー、なんでだろうな うんうん、大谷はって俺大谷翔平の声って聞いたことあるかなそういえば分かんねえな正直 <laughs> 匂いとか思い出いや匂いはその場にならんと思い出さんあこれ嗅いだことある匂いみたいにならないと分かんない匂いはすぐ忘れるわうん匂いは分かんねえ 女の匂いなあってあこれ嗅いだことあるーってこいつ抱いてたわーって <laughs> なならないでしょそんなバカなそれで思い出すってうん犬じゃんうん鼻よくないからね俺は向こうのパーカーはって最近大活躍よく来てるうん いや鼻のあ、あんまり匂いに敏感じゃない。うんうん。へえ。向こうの匂いはどんな匂いなんだってめちゃめちゃいい匂いしますよ。本当に、メスになっちゃいそう。<laughs> あんま分からんけど。鼻曲がってんもんな、結構まっすぐじゃないカイジみたいじゃないうん。<laughs> うんうん。 悔しいだがそれでいいうんうん俺がヘビに見えたかよ最近よくやんねえヘビでいてくれてありがとうあ <laughs> <laughs> ンチロしてほしいんだけどでそれよう遊びたいぜんでしょうん カイジとかなんかそういうの見てえなーう,んうんうんうんカイジの声優は M リーグ出てるんだぞ M リーグって麻雀リーグのことやっけへえそうなんやカイジの声優さん麻雀好きなすごいねーやっぱりあれなんかなこうやってカイジみたいにやんのかなグニャーって うーん,、うん。麻雀のプロな。うん。うんうんうん。エスポワール前のカイジが連載するらしいぞ。でエスポワールからじゃないカイジってでも。過去編みたいな感じで。うん、声俺声優知らないもん。俳優さんなよ、もともと。へえ。俳優とか声優とかあんまり詳しくねえからな。うーん。 うんうん、銀と金は俺あれやであの V シネマも見てるよもうすごい好き鉄郎のやつやろうん,うんうんはいいいねなんかじゃあ俺も声優やりたいねやっぱり声優とかよく覚えられんなーでねそれ覚えられる方がすごいよクラスメートの声より俺はそっちの方が無理やわ 全員なおやなって全員な班長の地下でオリジナルカードゲームが流行る回好きだぞってあれ俺それ読んだっけ班長結構読んでるけどよ見たっけな前やりたくないって言ってなかったかーってなんかちょい役とかでもまあ声優だったらやりたいけどな俺はそしゃげじゃなきゃやなうんうんへえー 班長は漫画語る回が面白いんだよなフリーザーになるやつなみんなで、まま、あのああ漫画のまねにするやつなんかセリフ言ってみてで劇やりてえななんか声劇にいいやつないのあんまりそういうの更新されねえんだよなおーいそっちのロープを取ってくれ <laughs> おーいそっちのロープ取ってくれ うんいい声だよねでまあ声はいいけどね <laughs> <laughs> マジうらやましいわいやめゆかなちゃんだっけマジうらやましいわあっちのが好き俺はあれが一番うまかったと思ううんお前もうまいよっ俺うまいよ正直俺声優うまいもん 声優詳しくないけど声撃だけしたかったよ昔あれ30テイクしたんだぞってマジかなんかアフレコしててアフレコしたいなうーんどんなキャラの声優やるかによりよねうんうんアフレコうまいしな何でもうーん 素人に30テイクって <laughs> そこだけ別撮りしてもらったんかなさすがにうん,うんうんうん呪術廻戦音読枠やってくれよって前直哉でやったそれその点いちゃんは立派やね大物声優待たせて30テイクしてたら笑う<笑>知ってるアニメにしとけよって うーん呪術廻戦漫画読みに来て今から行こっかな漫画喫茶いいかも大物新人声優な <laughs> クソ矛盾 <laughs> まあ大,大物やで別に間違ってねえんか誕生日にふざけんなよまあおめえらもこうやってさ俺の声聞きながらゆっくり寝てきな今日は。 大丈夫目が覚めても俺まだ誕生日だ <laughs> 誕生日を満喫してまーすうん風呂ちゃんと入ったようん、うん、ケーキ食べたあてまだ DM 見たまだてか別に送らないでくださいあの何もないんやったら <laughs> 普通にあのどん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 積み重なってって,ってなるんであの見れないんで送らないでくださいね普通にうんええー うんうん。ううん。うん。別に誕生日、あ、もう来てないわ。<laughs> 別にいいんです、それは。気持ちの問題なんで。うん。普通のやつは16くらいから誕生日祝われなくなるんだぞって。16から祝わんくなるなんてあるさすがにさ、同居してて祝われないなんてないんじゃないだよな。 16は早すぎやんな家庭によるぞってなんかそれじゃあ,あの16からって言ったやつが傷つくだけになるけどこれ16は祝ってもらってええと思うぞお前もうん俺はそのくらいだったえー、まあ家庭によるんだなじゃあ誕生日祝われたことにゃあ <laughs> て俺が祝ったらおめでとううんほん 家族で焼肉とケーキ食ってんぞてそうだよないくつになっても別に途中でそれやめようぜみたいなもんでもねえしな誕生日ってうん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 お前誕生日プレゼントいつまでもらって今でももらってるよ俺え <laughs> え俺今も,もらうけどえなんで 親から大体服もらってる毎年それは珍しいねってうんさすがに皆さんとはちょっと次元が違うかな「ドン引きだよ」で引かなくていいでしょうん,うんうんうんんでドヤ顔なんだよってなんか次元が違うって褒められたサンタさんはもう来なくなった俺はもう言うて16年ぐらい来てんねんけど うんうんへえー、おめえがサンタになるんだよ恋人はサンタクロース背の高いサンタクロースうん二十、うん、歳までやった俺はうん今年は何もらうんだって分かんねえなんか用意してもらってんのかなでも俺人にあげないからな もらう一方でううんえ、うんえ何 <laughs> もらうな俺はうんちゃんとあげてんのかで別にあげたい気持ちはあるんやけどその買いに行くっていう手間を忘れてしまうっていうかうんそうなんよな ななんであげないのでなんか買えばいいんだけど何買ったらいいか分からんねんうーんアマゾンがあるじゃねえかーそういうとこよくないよねーだかええんやって別に俺は別にもらわんでもええんやけど俺からもらえると思わないでくださいっていうスタイルやでそしたらくれるねんなうーんやばすぎんだろうてすいません 37でその思考会は行動力ないからさ俺うお <laughs> うんうんおいちゃん親が離婚しそうや親の話しないでくれでうちの母ちゃんなんやけどさもうええ年やけどもまあ9月生まれやんなそうそうどうなんやろうな次何あげようか <laughs> 別におめえ親が離婚してもおめえの母ちゃんも父ちゃんもおめえの母ちゃんと父ちゃんなんや 親が他人になってるって感じやけど、お前っていうのがおるから、おめえの父ちゃん、母ちゃんに変わりはねえんだよ。うん。んなもんだ。それはどうかなうん。うんうんうん。ええー。おめえ、お年玉はあげてんのか俺あげてる、ちゃんと。ちょっと高額であげてる。いくらか知りたいえー、っとね、最近はですね、えー、1万7千円です。<laughs> うん。 うんうんええ結構上げてんじゃんってだろ一人当たり1万7,000っちゅとすぎやろ4人でやう,うん合計期限とんなやうんだから小学校入るまでは1,000円で小学校に入ったら3,000円で小学校高学年5,000円で中学校以上は1万円って決めてんの俺あんま上げすぎてもダメなんだぞーって うん、まあ別に割といい基準でしょ。割とむしろ高いで。結構いい、本当に。なんならかなり上げてる。うーん。俺は6年生で600円もらえたぞ。一1年生100円、2年生200円。まあ子供なんでお金あっても使い道は難しいってなるからな。大人になった時に、こうやって、あお年玉でこんなもらっとったらちょっと多いなっていうふうに思ってくれるくらいでいいね、俺は。うん。 おいそん時に気づくのよ大人になった時であろう結構お年玉みんなからもらっとるからそういうの薄れるんやろうか <laughs> うーん金銭かそうやで金銭感覚狂うのはゴミやからなお前はっきり言うけど俺なんてめちゃめちゃ金銭感覚正しいからな <laughs> そうやね俺めっちゃ金銭感覚正しいでなほんとに引くでう <laughs> 本当かよでほんまやで。小道字なのに、めちゃめちゃ正しい、俺は金銭感覚。うん、うなぎはいいの、いいです。<laughs> うん。だっておめえ、特上うなぎにするか、上うなぎにするかで、たまにさ、まあ今日はそんなに無理して食べやんでいいから、上うなぎって頼んでるし。うん ナイフも買わなかったしなっあれ7万円したしなうーんうなぎの時点で高いけどなーってまあなんいいのよあいやマジでムカついてきた <laughs> いやいやちゃんと今後の過程はそれでよおめえらあの俺はちゃんと配信をおそぼそできるようにってしてんねうーんうん おめえいくつなったんだって37やろ覚えとけーってはははははこんな37は嫌だ。うん,う,んうん。うん。結婚資金とか貯めてんのかって、貯めてないけど、別にいつでもできる。ははははできるできる。へー。うんうん。 うーん相手はああそうねちょっとねまあねまだよな <laughs> <laughs> ええのがなちょっと出てこまんかななんかなうん <laughs> うん,んほういくらまでなら口座から窃盗していいですかあのさお前ら知ってる <laughs> いっぺんマジでやべえよな80億ぐらいさ大谷の口座から抜いてたらしいなやばくねあれ サイコパスやん本当に本当にやばいよなスリの金次かよ確かに <laughs> トンネルを抜けると87億すられたやばいよな見るたびに増えてんぞいやー 勝ち分は自分の口座に入れてたらしいぞでへえうんうん「の銀次がトレンド1位になってた」<laughs> いやインターネット楽しんでるやんそれうん用語できないなあってああできないよな普通に <laughs> いいなお金いっぱいあって <laughs> そうだね 大谷の金やけど <laughs> <laughs> うん大谷も大谷じゃねえでそういう管理がズボラな人やったんやろ俺もわかるよ俺もだってめったに銀行口座に記帳しに行かんもん <laughs> 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 うんそうやね確定申告とかでさちょっとしに行ったけどさめったに知らんねん <laughs> うん そうネットで見れるらしい一平を信頼ななんかそういうの心苦しいよななんかそういう俺一平みたいな悪人あん好きじゃねえわ <laughs> 豚箱行きだねうんお前人生で金に悩んだことあんのかでまあ多少なりはあるよやっぱりうんでもまあそんなん、まあ、めちゃめちゃ困窮してってのはないかもしれんけど 多少はねえってや、振り出してる時とかは結構あったよ。うーん。まあ、そういう、そういうのはわかり。うーん。だって、おめえ、夜勤で時給900いくらいやったでな。どうなんだろうなーって、これ。家帰ったらいいじゃん。で、もその後帰りますけど。うーん。うん、うん。田舎かよ。で、田舎です。 うん、金銭感覚みんな狂る、来るんやろうなわかんねえけど。うん。いいよね、帰る家があって。そこ、まあ、いいやろう。うははそこ羨まられても俺どうしようもないでよ、お前。そう、なんで返しにくいこと言うんや、お前。やめろよ。<laughs> <laughs> おめえも自分がもし、こうやって家庭持つってなった時に帰る家が用意できるようになるといいな。 <laughs> 家あってよかったなって思うしうんうんおめえでも親父が女と遊ぶって言ったら金くれるんだろうでうん <laughs> 俺はそうやった <laughs> 女遊びしろってタイプの親父やったでうんそうへえんだそりゃあでもそういうのはあったな いやでもそれはいいんじゃないかって思ううんふう、はあ、実際遊んだのかあれや彼女を紹介したことがあったんやうんうんうん、はあ、<laughs> どんな反応だったまあそういう系は親父は喜ぶね うん,うん。ああまあまあまあいろいろありますわね。いいパパじゃんってどうかな。まあ難しいよな。別に悪いとこばっかりじゃねえよ。うん。うんうんうん。どうして別れたんだまあその子は苦労がしたかったんってよ、もっと。わ <laughs> かんないけど。 <laughs> なんだそれで変わったもんね <laughs> そんなやついるんだなってうんいるみたいよ世の中にはいろいろな <laughs> うーん理由つけて避けられたんじゃないかそうかもな <laughs> うんお前の世話以上の苦労ってあるかで世話ってそんなに大変かう <laughs> うん、うん うんそうだね。なんか、うん。なんか苦労してでも愛を育む家庭がいいみたいな人もいるんだよ、世の中にはな。<laughs> え俺は信じられないって <laughs> 思っちゃった。え <laughs> 変なやつよくわかんねえな。<laughs> うん。誕生日にする話か、これな。やめようぜ。<laughs> 変なやつだな。 うんまあいろいろ、まあ人間いろんな考えありますからね。うんうん。楽しい話にしようぜ。で、そうだよ。14万円で何するか考えよう。<laughs> 14万円あったら何でもできるからな。昼うなぎでも食いに行こっかな。で、夜は寿司ってか東京って、面越スも行きたいな。おごろかって。 うん、で腹壊すのなうんうんやったー配信で使ってくれよでも最近ゲームちょいちょい買ってるからな一日で使おうぜでも俺そういうことできねえよマジで <laughs> 昔宝くじ1億当たったらどうするみたいなあってやんか100万円だけなんかに使って残り全部貯金しますってタイプ <laughs> なんか100万円はなんかでってもう ちょっと散財して残り全部貯金です残り9900万 <laughs> 性格出るなってだろうーん100万でも戸惑うようーんいい加減その髪型やめろよってこの髪型が一番いいじゃないの俺って感じでちょっと分け目の場所下手やったどうしようげる <laughs> うんうんうんきっとお部屋なバイクでも買うかなでバイクは危険だからダメって言われてっからな俺は原付欲しいなって思ってた時代もあるけどまあやダメだなってうーんケツかゆいケツ穴仲い今日さ汚い話で申し訳ないけどさお風呂入るときにさこうやって体洗わなきゃって俺すででで洗うんやけどさあのなんか知らんけどアナルからトイレットペーパーいっぱい出てきた <laughs> ってなんだってなんか取れたぞってトイレットペーパーだありうよねたまにあるあるマジックじゃんうんうん今ご飯中ですご飯中の人おめでとううんいや芯が入ってたわけないでしょたまにあるよなこれそうお尻が食っちまった悪いなおめえのトイレットペーパー俺のケツ穴が食っちまったよ うん、次はダブルダイブシングルの前はスモーカーな今の下の口が食っちまった、うん、あるあるあなるあなる次はダブルの買うといいって言ってさ <laughs> 俺でもトイレットペーパーシングルじゃないと嫌やねんシングルのちょっといいやつなダブルはなんかなあんま好きちゃうねうん いや、シングルのいいやつがあんにゃんってそ、俺それ使ってる。どっちでもいいだ、いや、シングルがええんや。<laughs> 謎のこだわりだね。<laughs> うんうん。えー、じゃあシングルのいいやつの方が俺はいいと思うやんけどな。<laughs> うんうん。ヒーン。シングルの硬いやつケツズタズタになる。わかるわかるわかる。あの、かたいさ、こうやってあの、わらばんしみたいなやつでさ、こうやって、安いシングル買ったら、あ、なるこれはってなって。 ケツ穴痛くななるのなあれ血出よないやシングルでもええやつあんねんうーんうーんうんんばあちゃんちがダブルでよく詰まらせてたよでダブルしかも詰まりやすいんかよウォシュレット使わんなあたなんか高いダブル高いくてで別になんかシングルのいいやつの方がいいんよなうーんそうなこわかんねえかなあ シワシワなのってわざとですかそんなわけないでしょ。誰がわざとでシワシワになるんですかうん、トイレが貧弱だね。うん、髪いっぱい使っちまわないかって、俺髪いっぱい使う派。だからよくないのたまにつまらせる。ダブルとシングルって同じブランドなら値段一緒じゃないよく気づきましたね。そうやんな。俺もそうやと思ってた。 シングルとダブルって、ね、同じブランドって値段一緒やんなそうなんよシングルの方がよくないとか言うけど値段一緒やんな14万円で美容整形してくれシワどうするお前シワなくなってたこうやって若返ってこんな顔になるよどうほらこうやってやめるとシワが肌の張りが うん、声の改善もしようぜシワワがいなくなっちゃった魅力半減嬉しい嬉しいわわ <laughs> いいじゃん、うん、うんうん、嬉しいわわ悲しいわわチワワ買おうぜ生き物の命を預かるほど僕はできた人間じゃないから無理です うん,うん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 そうやろ自覚してて偉いだろだってお前お前誕生日プレゼントもらうのに人にはあげりゃん人間が犬の世話できるわけねえやろ <laughs> 分かってんねん俺それができない人間がそんなんしたらあかんてうん家族だよって毎日ご飯あげやなあかんやろ大変やん みじんこ飼ったらどうだおすすめだぞっていてもいなくても分からんや動物好きだけどあの世話すんのはめんどくさいって思ってる <laughs> 正直<ー笑>そうやね好きなんやけどね犬も猫も好きそうそれだったら人間の女買う方がいいかなって思ってる自分でご飯食べれるし <laughs> うんぬいぐるみでよくないかいいね、ぬいぐるみ。懐かしのバブちゃんな。うーん。あれ、バブちゃん今、今に、あれなよな、多分。バブちゃん。あ、バブちゃんの話知ってるっけ、お前ら。俺が昔5歳の頃に一緒に寝てたぬいぐるみのバブちゃん。あれ、のっぽさんと一緒に出てるキャラクターじゃねえかな、赤い花の。そんな気がすんなよな。うーん。うんうん。 やだよ俺だってタバコ吸うしさ生き物の前でタバコ吸いたくねえからさそれが嫌なんだよなタバコやめねえと買うんだったらゴンタ君やっけあれゴンタ君今の子はノッポさん知らないんだけどだよねいやこれだわ多分 これバブちゃんやろこれやったら赤い花のさこれやった気がするバブちゃんこれゴンタくんやって俺名前知らんだでよ当時だってもう映像がクソ古いもん <laughs> これじゃね俺が5歳の頃持ってたぬいぐるみ <laughs> いやでも耳ついてた気もすんねやけどな分かんねえなでもこんな話してたと思うよな <laughs> こいつと寝てたので、ワクワクさんの一個前。そうなのな。絶妙に可愛くないね、ね。あんま可愛くねえな。全然バブってねえな。こいつらオワコンですか <laughs> じゃあまあ。まあ今話題に聞かんってことはそうなんかな。お前そういう、その判断基準やめろ。<laughs> うーん。 耳ついてるならグーチョコランタンじゃないかあの、僕の時代グーチョコランタンないんで。え、あるっけスプーのこと。え、あるっけグーチョコランタンって俺より前か。スプーってもっと昔か、キャラクター。そうやな。ニコニコで知ったし。世代じゃないもっと前え、俺より昔の世代あれ。2000年代じゃあ絶対違う二24年前やろ。だって俺5歳の頃やから32年前やぞ、今の。 <laughs> グーチョコランタンなわけがないうん、俺のアテやだからやっぱゴンタ君なんかもゴロリは本当に世代やったけどもうちょっと大人になってから俺が三十だけどスプーが世代だよ思って。<laughs> 平然と普通におっさん歩いてきたこうやってつかつか俺三十だけどさ <laughs> ゆっくり見てけこれからもおじさん <laughs> <laughs> さらっとおじさん来た <laughs>。<laughs> 安心するおじさん見てくれてると。うん、おじゃでも30歳より7歳上ってやばいよな。30っておじさんやん <laughs>。<laughs> <laughs> 俺お前より7歳も年上な嘘やろ。<laughs> パネーな。<laughs> うん。 今の時代老若男女が配信見るよでも実際そうらしいぜこれからの時代どん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 年数重ねるとおめえらが年取っても配信見るからどん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 あの平均視聴者年齢上がるんてよやっぱえー、恥ずかしいで恥ずかしがらんでめその頃にはいっぱいおっさんがいるからうん主婦もいるしなーってな だから俺がお前らのお父さんと同い年だみたいなやつも出てくるよ。<laughs> なんでこの人こんなしっかりしてないのみたいな。殺すぞーとか俺が言うて。<laughs> 後にそうなる。<laughs> うん。だってよ、さっきさ、おめえ、なんかあの、 178とかのやつらが見てるって考えたら18歳のやつらが見てるとしてもさお父さん19歳でお前のことはらませてたらさお母さんを同い年やもんな <laughs> せやんなだって17歳の子が見ててお父パパ二十歳で自分のことを産んだよって言ったらお,おいちゃん同い年じゃんなるよね怖 <laughs> わなんて恐ろしいんや パパが産むのでまあパパとママがいや怖いなうんうんうんニコ生の視聴者もメインソは40代だしなって年取ってるねーうーんハケツは泣いて痛い痛い痛い、うん、うん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  最近自分もカレーを感じるようになってきたなーって体が思うように動かないよな。だってさ、さっきさあの見たけどさ誕生日ソングみたいなやつでさこれってこれって俺がやってない動きあれちょっと今やんのさ腕しんどいもん。<laughs> 今年結構ずっと椅子に座ってたなーって思うからさやっぱ体動かんくなってくんねん。うん。年取っちまったなーって。 も平均年齢40代だぞって言ったニコ生から連れてってるもんあそこ筋トレしろよ今だって腕振ったらここら辺プルプルプルってしたん分かるもん自分で筋力が落ちて二の腕が太くなり始めてるプル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 って昔そんな感覚なかったのに俺マジでやだわんプルプルじゃんそうやねん 体温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 昔こんなんなかったでクソで細いけどさおーお手 <laughs> うんうん切り抜けるよつまみたい腕立て二回ぐらいしかできないうんおしっこしたくなっちゃったわうん,うんんうんここでしろよってさすがにトイレでした方が良くない そんなやつおらんいやいやいるいるいるトイレしたいって人うーん年の割には体型維持してるよなだよなだよなだよな言い方悪いけどさ俺もだって30後半やんかみんな30超えたら広大か肥大か,大かするねんほんとにデブになってうーん カスさんもそうやしマカオですらそうやでマカオだって20代中盤後半まで細かったやんそれがもう30とか超えてから一気にさまあかわいいからええけどさ似合うしじゃあちゃんと太ってるもんもう見た目でも,もう分かるーってぐらい <laughs> 体質じゃんまあそうなんやけどさなでも今のマカオの体型の方が俺は好きうーんかわいいのずるいよなってハムスターみたいなもんだよな本当に 本当にガリガリやったんやうん今の方がネズミっぽいよなうんうんゆるキャラーなーって <laughs> いいよなキャラクター <laughs> 抱き心地も良さそうだよなでめちゃめちゃええで <laughs> 昔のピカチュウみたいわ <laughs> かるわかるわかる <laughs> マカオはマジで昔のピカチュウみたいな可愛さがあるピカキュウってか言うで わかるわずんぐりむっくりそれはちょっと悪口くさいけど <laughs> う,んう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 ん配信者フィルターかかってるだけで普通にキモくないかちょっと待ってね。一回冷静に考えさせてえー、客観的に見たとしてうーんまあ普通のおっさんや <laughs> <laughs> 普通の30代のおっさんやさあ トイレでも吸いてこうよう。あいじゃ。確かに確かに。うん。いってらっしゃい、ってきまーくん。よいしょ。この間にヤニでも吸いながらね。おしっこしてくるから、お前らおとなしくしとるんやぞ。いい子にしてるのよ。おしっこー。うん よいしょあいい子にしてろっつったろああ <laughs> らさないでねいた、えー、あいたいい子だろうっていい子はいい子だろうなんて言わねえんだようん手洗,った洗いましたよ今服で拭いてますよ服で拭く <laughs> うん歯の色本当にやばいぞ うんおもろーってありがとう嬉しい誕生日おめでとうありがとう <laughs> 今来たねもうしっかりねお祝いしてもらってたんですけどうんふうありがとうありがとう遅刻だねお前何歳なだってさ今さ一元が来てるもんな本当にに37だっつってんだろ <laughs> なんか文句あんのかよおい !37 薄くつってたらよじじいジジイだねーってまぁね。こんにちは。うん。ありがとう。いい歳だよ、本当に。そんなに切れなくても。37になりました。よろしくお願いします、今年度も。金あるんだからホワイトニングしたらいいのになんでしないのってめんどくせえやん。<laughs> 以上。歯医者行くのめんどくせえやん。歯が欠けてからじゃないと用意か。 うん、アイデンティティだしなーって、歯どっかのタイミングで収録しようかなーみたいな昔から言うてんねんけどさ、6年ぐらい前から言ってんねんけどさ、結局しねんだよな。<laughs> やめて、黄色がいい。トレードマーク。<laughs> 聞いたことねえわ、歯が黄色いのがトレードマークみたいなやつ。<laughs> うんう。うんうん。チャームポイントね。 まあ歯黄色いのは黄色んで可愛いよねでも実際に見るとさ嫌なんじゃないうん舌真っ白そううーんはあタバコやめるだけで白くなるのにもう手遅れじゃねえさすがに金歯にしようぜ歯なくなったら全部金にするわそりゃいいかもな、ね うん、<coughs> トレードマークが歯が黄色いか嫌だな。平成初期のギャル王じゃん <laughs> やたら髪の毛伸ばしてな。<coughs> うんうんはうんはいうんもう全部の歯純金にしようぜってなんで。え何うん。<coughs> んかわいそう何がなかったわかんないわかんない。めでたい日なんだから許してやれよ。お前な、よその配信でバンされたとか一時報告しに来とるうちに陰出なんやわ。やめとけ。そういうことね。自分の心にしまっとけ、そんなもんで、しょうがないなって他の見てる配信を楽しめな。お前自己主張が激しいんだよ。おもんないねんはははははうん。<laughs> <laughs> お前みたいなやつが出しゃばって訳が分からんし知らねえよって話お前はだから消されてんのなじゃあね聞いてるとかじゃないの思おもんないから消されてんの消されてる人はそう少なからずなんで消されてるかってちょっと自分で考えたら分かる確かに俺おもんなかったわって反省しなさい本当にじゃあ解除してあげますねいいよ反省しな,なよし <laughs> うんこうやって学んでけ今日機嫌いいねって 言言いたいたこと言ってますうんはあ聞いてるのも事実さんい,いや一切聞いてないけどどうでもええし俺の話でも何でもなかったし言うけど意外と俺他人下げばっかりこうやってしてるやつとかも消すからねちょいちょいな目ついたらうんそうそうそういう悪評広めるみたいな靴見て鳩とかは基本消すから。 邪魔自分は自分は絶対消す <laughs>、うん、他にも余裕があったら消しとるうん悠々た下げだけは勘弁してくれよどんだけ下げたいねんどんだけ嫌いやねんそれだけは頼むよで俺連投ででもそういう消したこと何回かあるわゆ々たはよく下げられてるからなあいつは下げてもいいんだ うん、マカオの鳩を消さないじゃん消してるよ俺言うけどアーカイブとか遡って関係ない時にまるまる来たみたいなやつらは全員あの消してるだからそういうやつ少ねえだろ俺の配信それ系はマジで全部消してるうん <coughs> えだっていらないじゃんうーん知らんかったんよーでアーカイブで消すのいよその時消せやんから後で余裕持って 処分してます、うんおいちゃんは下げていいん絶対ダメだようんそろそろ寝るけどゲームしないでねっておやすみお前がゆっくりお休みしてから何かしよっかうん,うんうんうんやったあはよ寝ろ」で明日お誕生日会確かに俺も目覚ましだけかけとこえー 何時にかけようかなー。うーん、十六時やな。<laughs> よし、明日も健康的に起きてと。え。遅すぎんだろう。でも、みんな眠たくなってきたみたいよ。うーん、健康的だね。 夜配信はしないのあ夜配信する予定ではあるうーん眠くなってきたで今日金曜日やったんやんな確かそうか今日は「花金」ってやつかあんまり好きじゃねえけど「花金」って単語なんかみんな土曜日が休みなんか当たり前みたいな空気感俺差別だと思ってんねや「花金」って言葉うーんまあ無職だしな何よりうーん ごめんね <laughs>。で、まあ、明日が土曜日の人は嬉しいと思ってるやろうけどさ。休みの人はね。うん、明日も仕事なんだけど、ほらな、そういう人もいるもんな。土曜日が一番気持ちいいんだよ。うん、うん、うん。ザコシメガネやってくれよ。で、これ難しかった思ったより。俺のやつが不良品やったんかな。 ン,コンガンんン,コン,ガンゴ。これてか引っ張る時にずれんねやけど <laughs> 壊れすぎやろ <laughs> どうなってんねんこれ死にかけてんじゃん 起きてまし起きてまし <laughs> <て> <laughs> うーん難しいこれ操作すんのはもっと練習すれば武器やったな眠くなってきたーちょっとねー今日だって俺が起きた何時か知っとる17時 <laughs> そんなもんやったっけもう起きて9時間も経つじゃんおめえなめてんのかペロペロ損した気分にならない俺それ昔から言われるけどならない昔はちょっと思ったけど別に今元気なんやで損したとか思わないえー、だってその時間に起きたからこそこの時間にも元気に起きとれるわけやでな う損、ん、もクソも,もねえよなってそうやねたくさん寝た方が得じゃねえかってだな寝てたら37になった深夜起きてた方が得じゃないかって夜とかな車で出かけるとしても人通りねえしねうんなりたくねえうーん うん。うんうん。<laughs> 寝すぎは死亡リスクが増えるんだぞ。え、なんで深夜ドライブ好きだよ。で、深夜ドライブもいいじゃないの。うん。え、なに寝るのに体力使うってのはあんまり分かんねえよな。うん。誕生日プレゼントなんかもらったってまだもらってない。あ、でも LINE でもらった。ありがとう。 うん。LINE で a m a z o n トもらったんやけどさ、どうすりゃいいんやろ。どうやって使うんかがわかんねんよな。うん。うんうんうん。おなほ買えばいいじゃん。いやちゃうね。そもそもそれをどうやって受け取って、どうやって使うのかってのがわかってねえ。人間は寝てる状態がデフォルトらしいぞでどういうことああ、なるほど。それが標準ってこと ギフトわかんないでいると期限切れたぞってマジかコードが送られるのか自分で調べるってことしないよねってうん自分で調べるんやったら人が調べてくれたらええなって思ってるうん痛い痛い痛い,たいたコード見せてくれコード見たらわかるコードの見方俺も知ってるんだ取られるやつなうーん 生物は寝てるのが基本なんだってへえじゃあ起きてる時間の方が不自然ってこと人らしくないってこと <laughs> 絶対取らないから一回見せてくれって入力し終わってからでもええそれやったら <laughs> うんうんダメーって取る気満々やねえか4月生まれとか勝ち組だな <laughs> うんそうだよ うん誕生月はあんまりそんなに俺は影響人生にあったかわかんねえ子供の頃偉そうやったってくらい、うん、うん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 誕生日迎えるの嫌じゃねえのかってその話はしたんやけどまあ取るもんだから楽しんだ方がいいって話ないおひつじ座はこのマークだねってなんかそれ見たことあるおひつじ座のマーク 4月生まれは中学受験で有利らしいぞだからやろな <laughs> そういうことやよかった4月生まれで確かになそうやって考えたら何でも因果関係があったんかもなうーんうんうん俺に謝れよっておめえうんうんうん 4月生まれと3月生まれって差があんのかって同じ年でも1年間二十歳に近いほど人間の脳っていうのは一番強い状態になるから体もそうやけど4月生まれの方があの3月生まれより圧倒的に有利な1年分の知能がだからそうなん3月生まれより4月生まれの方が得ないまあ日本限定やけどな4月に始まるでーってでーってそれは迷信じゃなくてデータで出てる ちなみに誕生日別とかであの社会人になった時の収入額とかも4月生まれのが圧倒的に高い圧倒的にとは言わんけど基本的に平均は高いうん誤差じゃねえのちなみにあの野球選手になる人はあの9月生まれまでが圧倒的に多いプロ野球選手は10月以降になるとめちゃめちゃ減るねで野球選手の年俸とか高いやんかそういうのの平均もあると思う うん、だから10月以降生まれでそういうのをなってる人は本当にに異があったっていうその月とかその若くても1年とか差があっても勝てるっていう力があったわけよ坂本は12月だぞ坂本ってあれケツ穴の人子供の1年がでかすぎんだよでそうよだから37にもなったらおめえらも全然変わんねえからもう22のやつらとかと全然変わんないから37も22も変わらんって話よ そういうことや、うんやったーじゃあ計画的に妊娠させた方がいいのか <laughs> 言い方キモいけどまあそうだね計画妊娠の方がいいんやろうな、まあ、そこにとらわれすぎんのもあれやけどなうんある程度才能あったら誕生日関係ないよなってまあそれもまあそうね 同じぐらい才能があるやつに差をつけられるそうなんやって4月でもさそれあのさ計画妊娠をさもし企ってた場合さ4月だと思ったら3月30日に生まれましたみたいなさ絶対あるよなうわ4月だと思ったらめっちゃ早出てきたーってありえるわなだから5月を狙うべきだ うん、そうなったら戻しとかないとで。しまいしまい。変なこと言うんじゃありません。うーん。なんとか耐えられねえのか。立ち会い出産でまだ産むなって言うんだって。日付見ながら4月1日、4月2日まであと2時間ある。まだ産むな、まだ産むな嫌だわ、そんな。きつすぎやろ。待てとーて。はははは。 うん、母体を何だと思ってんだそういう問題も出てくるからな難しいなうん、うん、<laughs> いやそういうことあんたらそういうこと言うんじゃないよもうその生まれたのが運命やと思って受け入れやなあかそれはうんそこまでしてくれするんだったらお医者さんがうまいことごまかしてくれるんじゃないかって してくれるかな融通利かしてうーん女に生まれたかった女に生まれたかった女に生まれたかったそう俺は絶対男に生まれたいけどうん今の話で3月生まれは3月生まれでおめえいいんよ37とかになってもおめえはまだ36ない1年長いんやでおっさんになってから有利なは圧倒的に3月生まれよ うーんまあ同級生と絡む場合に限る <laughs> 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 俺悲しいもんだって正直さあの例えばさ配信者の友達とかでもさ俺やんか3つ違いやなとか思ってるやつらとかもさ実際俺早すぎて4つ違うやんほとんどみたいなさなんかなその竿があるよなって思っちゃうのちょっと悲しいぜやっぱり。 マカオも11月生まれやろだから俺はよよ今から半年以上さ 4, かあの4歳年上になんねやで。なんか悲しくないなんか4つ差ってさちょっとでかそうやん。誤差だろうでもそうかもしれんけど。うーん。これ4月生まれあるあるなやな。大した差じゃねえよ。でもそうだね。33だしな。変わんねえよ。うーん。うーん。

脱毛したらあても俺な陰毛がな結構あの7本以上白くてさ取り返しつかんねん <laughs> もう脱毛できやんねんパイパンにするのは早打ちがよかったねそうなんよねクソじじいだねうん友達にギャンブル中毒のやつとかいるいないギャンブルするやつってバカやんかだからいないうーん うん。えーし、しゅ中毒者はいねえな。たまにする分にはいいじゃん。いたけど消息立ったと立ったぞって。やっぱ消えるんや。今日3万5千円負けたけど煽ってんのお前バカだな。その3万5千円があったらお前俺にスパチャが投げれたのにって。<laughs> バカやなお前。その3万5千円あったら俺にスパチャ投げれたやないか。 <laughs> <laughs> お前マやでて <laughs> <laughs> うんそれならパチンコ行くよ <laughs> うんうんうん溶かして正解だったなで溶けること考えたらやだな増える可能性があるからなだからパチンコは何回でも言うけど五千円3,000円払えば5,000円もらえる可能性とゼロになる可能性があるっていうのを繰り返すギャンブルや。 5,000円,円払えば5,000円になるか0円になるかっていうのを繰り返すね実際はもっと割り悪いけどこれをお前らするって言われたらする3,000円払えばそれが5,000円になる可能性があります0円になる可能性がありますって言われて普通に脳みそがちょっとでも働くやつやったらそれをしないのよなんでかって勝った場合っていうのは2,000円もらえるし負けた場合っていうのは0円になるって3,000円失うから圧倒的に分の悪いギャンブルない 50%50% であったとしてもない そう期待値が低いってことそうそ,そうやって考えれるかどうかなんよ,よだから燃えるんだろう要分すぎるうんでもさ別にいいじゃんでもそれをするのが好きなんやったら別にいいとは思うけどよ損得で考えたら損。 <laughs> それ何のデータだよ <laughs>。いや、どう考えてもそういうデータやろ。しかも結構部がよく言うてる。うん。確率考えるやつはギャンブルしないんじゃないかってそうかもな。うん。映像と音に興奮させる何かがあるんだよ洗脳だよ、ありゃ。うーん。 田舎は娯楽少ないから行く人もいるよってでも娯楽でパチンコ主流には選ばねえな俺はだったらダーツとかビリヤードとかの方がよっぽど分かるなボーリングとかバッティングとかな他にも何でもあるやんなあんまり金かからん娯楽が VTuber のパチンコが出たらどうなっちまうんだーってやばいと思う俺 VTuber のパチンコ出たらマジでやばいと思う 10万円払って、あの、11万になるか、ゼロになるかでもみんなやりまくると思う。<laughs> <laughs> ありそうイメージ悪いだろうって、やってることその、そのまんまやねんか、言うて。ふ <laughs> ボタンを押すペコボタンを押すペコボタンを押すペコはははは ハハハハホクホクになったチキン出てきて <laughs> やったペこー <laughs> うーん面白いなそれ <laughs> スパチャで確率アップって。 <laughs> 2つ揃った時にこうやってスパチャがこうやって流れてくるのなおもろいなそれで赤スパで読まれたら勝ちみてうん最近の位炎上とか全然ないなってあいつら本当に思んねえよな <laughs> あいつらの炎上が俺の楽しみやったね最近マジで炎上しねえどうなってんだうーんふう 炎上しか取りえねえねくせにななってな二次三次がやりそうじゃねえか大体いい落ち目の方の事務所の方がやるから二次三次やろなパチンコ作るならホロライブはだってあの年間売り上げ上がってるけど二次三次は落ちてるから多分パチンコ作るなら二次三次かなうんサンゴちゃん来たら打つわうーん V スポが作るんじゃねえか作るかな V スポやらないでほしいな フォロライブはカードゲーム出すらしいぞって視聴者上、そう、よくわかってる。エスパーニャーで <laughs>、近鉄が起こりますけどね、それ。うーん。ほう。弱者男性かわいそう <laughs>。あれんどる <laughs>。ね、かわいそう、弱者男性がか,かわいそうやんな。 本当にかわいそううんどう頑張っても救えねえなってお前らまだ救いようがあるからよかったわここもそうだろううんひどい話もあるもんだね <laughs> めちゃめちゃ VTuber 悪者にしてんな うん、まあみんなね。あの楽しんでね。あの、本当にあの投げ銭とかも。僕今回いっぱいいただきましたけど、本当に無理のないようにね。皆さん頑張ってください。って <laughs> 頑張ってください。ってなんやっ <laughs> ありがとうございます。本当に <laughs> 他人事って。<laughs> なんか自分がもらってるっていうさ。今回もバッチリもらったけども、なんか普段もらってね。えからなんか不思議な気持ちになるような。うーん。 うんうん。ふう、<laughs> 頑張って汗水垂らして働いた金を見つけでください。嫌なやつ。えありがとうございました本当に。<laughs> それ嫌や,やな。<laughs> v チューバかよって。頼むぞお前らみたいなさ。ラプラスダークネスより。うん。 でもこの世界はおいちゃんのためにあるから当然だよねってそうだよね、うん、お前も頑張って俺らを楽しませてくれるしなでほんにさ今日買い物までしに行ったっちゅうのに <laughs> 本当に本当にんうん、うん、たまに解禁するあたり VTuber より立ちが悪いよなってえそうやっぱ常時解放型のがええの弱いって <laughs> まあ難しいなその辺はどっちがいいかは本当にわからん うんお祭りみたいで面白いじゃんで、まあ確かにな,なんか配信のスパイスになるよねツイッターに上がってた写真スケベだったぞだねレムラム写ってたうん確かに <laughs> いい写真うん <laughs> V 化が深刻化してないか心配だなーって大丈夫だよ コメント読まれるなら毎回スパチャするようででもそういうやつばっかりになっても困るからあの読んでもらわなきゃダメだスパチャしなきゃみたいなおめえらをノイローズにしたいとは思ってないから俺 <laughs> だからスパチャもねあの、まあ、感謝してるんですけどあっさり読まさせていただいておりますう,ーんうんうんうんいやー月1回の配信でスパチャ巻き上げるよりいいよな スレッツパツ2出るらしいけど大丈夫で大丈夫大丈夫ワンの予習し,しやなあかん明日からストサバらしいな明日ってか今日明日ゲームしねえのかよってもう今日はゆっくりおめえらと喋って寝るよ顔が赤いぞって光加減の問題です赤いかそんなことない <laughs> ほら光加減なんって 別にあの顔が赤くなってるわけじゃないから治ったっていや治ったっていうかそういう光加減なのこれうんおいちゃん好きやぞ <laughs> 唐突な告白やめろありがとうね顔真っ赤ですやん恥ずかしくなってきた好きって言われてうんお前ブサイクなで許されるけど顔がいいから炎上するんだろうななんでやそれどうしようもねえことやねえか おめえ米な、ま、眺める植物だねでほんとに米な眺める植物の真似しようかあう <laughs> <laughs> うんそんな感じやろもっと動かないぞって俺多動やでな。 そうなったら終わりだよってそういう人もいるんですようん動きすぎだろうってだって俺もうすでにずっと足震えてんもんこっちの動いてこうやって、うん、うん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 何最近無許可配信流行ってんの無許可配信でみんな怒られてんの誰に怒られてんの視聴者じゃねえだろうなまさかうん 年取ってもコメント読むの早いね店の人に怒られたらじゃあダメだ <laughs> 最近店の人も敏感なんやろなそういうやつがいっぱいいるからって実際そういうやついるっていう風になんか認識あるんやろな店側も確かにな配信者が増えすぎたなうーんしょうがねえなで店の人に怒られんやったら正直しょうがねえバレちまったかもっとこっそりやらんとな店の人にバレやんように気をつけなあかんな そやな他のお客さんの迷惑は絶対ダメだよそれはダメうん許可取れんようん配信者もただの一般人最近テレビ局がやらかしたらしいななんかあのお花見でその娘が迷子になってしまったっていうインタビューを受けたお父さんがこうやってあのモザイクかけてくれるんだったら流しても大丈夫ですって言ったのにモザイクかからんくってあの文句言うたっていう 当たり前だなテレビ局もそうやってそれを了承してたのにさ普通にそのまんま放映したっていう終わってるようなはっきり言ってままじで終わってんなって普通に思うテレビ局いつもやらかしてんなでなそれはダメだわうーんそっちの方が終わってると思うか思います <laughs> 話がちげえじゃねえか地上波に流すのやべえな編集めんどくせえなら胴体映せよ うんどう責任取るんだろうなってもうテレビ局あけたあの売却して全額払ってくださいそのテレビ局はテレビ局いらなくねえかうん女なら体だけでよかったのになってパイスラッシュしてくださいって指示しながらなうんうんエロいねえぜそれで視聴率爆上がりよテレビとか老人しか見てねえしな 俺も飯食ってる時しかテレビ見ねえからなうーんうーんパイスラもモザイクかけなきゃニュースもおえちゃんから知るようになって俺もでも決まったニュースしか分かんねえからさうんうんシンプルにおもろないよなで,、まあ、でもみんな視聴者様になったんかもしれんなテレビに対しても、まあ、テレビは明らかにそうなったけどな だから帰省やめろっつっての俺ちょっとケツ穴かいて言うんやうんうんテレビはドラマしか見ねえなーなんか見るドラマある最近うん決まったニュース VTuber の炎上って最近さおめらクソマイナーなさ VTuber とか取り上げてさこの発言が炎上してるって俺に連絡くるけどさ そんな言われてもそんなお前ら自分からそこまで探しに行かんでもええのよそれ VTuber ってだけでさあのニュースの火種になんか火つけてで荒らしてるやついるよなまあそういう意味で VTuber は話題になりやすいんかコスプレイヤーの方がいいぞ炎上しないからなってコスプレイヤーも炎上するときはするでしょ中身によるバカだと炎上します なあまあそうやなツイートでよっぽどのこととか言わん限り炎上なんて普通しねえからなまあ生配信してる人は別ですけど <laughs> うんうんうんお前このままだとミニコレコレになっちまうぞ <laughs> <laughs> これこれもちっちゃけりゃ可愛いんじゃねうん,うん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 ミニかつミニコレなって。 うーんミニでようやく普通のサイズなんだよな、そうそう,そうあの、大盛りのとんかつ定食屋さんみたいな感じで、デフォルトが波の時点でめちゃめちゃ多いみたいな。レディースサイズがちょうどいいぐらい。<laughs> うん。うんうん、打足はこれこれを親の敵のように嫌ってるぞ、と。<laughs> なんか取り上げられたらまずいネタでもあるんかって。はははは。 えー、打足にもそんな個性があったんやこれこれ嫌うって俺もそうやぜあるだろうねってまあどんだけでもあるわななんなら昔晒さらされてなんじゃねえかうーん昔なんかあったやろあいつらってまああるやろな <laughs> 俺もそういうので知ったかも打足のことそもそも <laughs> まあまあいいじゃねえかい別にダメージとかねえだろって うん,うん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 打、う、足、ん、はこれこれに結構切れたぞもうこの例の件の時にあやるじゃん社会の時も卑劣だしなって <laughs> <laughs> あいつまさか俺とこれこれ同じジャンルやと思てんのかうんうん全然違いますけどねちょっと過剰ですね 長いものに巻かれるからで打足はそううんこれこれよりマシだろうで全然マシよ言うけど俺愛がなかったらしないから、ね、うん味方的がはっきりしてんのかもなーってへえすげえ差別主義者やな打足嫌いだねーって俺嫌いじゃないよ打足普通に好きよりよ悪口は絶対言うけど うんだからいじってんだよなそうよ向こうも嫌いじゃないって言ってたほらな多分あんまり人のこと嫌いって言えない人間になってると思うけどうん,うんうんツンデレだねガチで苦手だったら話題に出せねえよなまあそうだね <laughs> まあそうやね <laughs> なんか話してるテーマにもよるけどうん,うんうんうん打足の全盛期だよでかっこいいよ打足は昔本当にああそれは人気あったんやろうなって <laughs> いやちょっとなんか言い方がさおかしいけどそれは当時も人気あったわなって思えるようなねあ映像だよねうん,うんうんうん 今は,今はしおれちゃったけど人気じゃんいいじゃん打足は打足でしおれてる方が俺はでもやっぱ印象深いからさちょっとギャップでかっこいいなって思う昔はうんあれがお前の未来だぞってなるわけねえやんキャラがちげえよお前もこれからしおれてくんだよーって嘘うそん 男アイドルの歌い方ってみんな一緒だよなーって <laughs> え男アイドルってダ,ダゾークのこと夢ならばどれほどよかったでしょう <laughs> ねっちょりする感じな <laughs> まあ女を濡らせるために言葉を発してるから普段から <laughs> それは玄米奉仕の方だよあ、米津賢師の方か <laughs> 歌い手って創作性ないよなでてうーんまあでもやっぱり表現力とかあるんじゃない人によってはこここういうのしようみたいな何だっけなレコッグとかがなんかそういう感じでさ歌ってみたでもちょっと一味入れようみたいな感じの印象あった気がするわあんまり歌い手詳しくなかったけどうーん歌い手は規制するんだよなってゲーム実況者もそうですけどねうーん 歌い手から有名になったやつ多いぞーでファンが文句やからななりやすいよなって <laughs> 失礼 <laughs> まあでもそういうことやで、ね、お前らゲーム実況だってそうなんゲーム実況っていうゲームからでこの人見ようっていうふうになるっていう人気コンテンツやったわけや歌い手っていう歌っていうコンテンツがそもそもボカロが人気あったらそうやねそっから人気になってる人が多いっていのはそういうことよだから踊ってみたから人気になりましたってやつが存在しないもんそういうことない踊ってみたってジャンルが結局そんな人気なかったね幅広く 末長いコンテンツじゃなかったっていうそうだから歌ってみたとかゲーム実況っていうのは本当に人気のコンテンツない女体みたいだけだしなそうそうそう年取ったら終わりやあの辺はうん声真似はもっと俺なんか人気出るやついると思ったけどなやっぱ声優もな息が長くねえんだろうなそう考えるとダメやんな んなんなら生配信の方になってるような。きょうちゃんはあれなんか FPS やってたずっと。<laughs> よし。なんか気づいたら FPS やってる人やった。うん。あでもそれが今ちゃんと行かせてるからすごいじゃん、スイッチで。応援の高行、年取ってみた。<laughs> YouTube 全く更新しなくなったしな。あ、なんか YouTube やってるイメージあったよな。 でも歌うまいじゃん。今日ちゃん歌うまいよな。本当にうまいタイプやでな。うーん。とつまちの人じゃなかったっけあ、そうだったっけなんか雑談とかとつまちの人やったよな。うーん。デブって歌うまいもんなってなんでなんだろうな。デブって歌うまいの。<laughs> 不思議やんな。なんか最近さ、お前ポリコレニュースじゃねえけどさ、デブの人たちが新幹線とかで乗ってて、あの、 なんかクレームつけてるっていう席が狭すぎるって飛行機やったかなんか乗ってる時のクレーマー動画上げてたななんかわざと嫌われるように言ってるんじゃないかっていう風に見えるけど YouTuber で本当に痩せろよってマジで思う電車料金とか高くなるかもなデブは本当にな隣になったら地獄やもんなよくあるねんその現象うまくうんちとかできなさそうじゃないか きょうちゃんできなさそう正直あれポリコレの人だよってポリコレの印象悪くてんかあれやろデブに対してサービスがなってないって多様性を認めろみたいな感じのこと言ってさ飛行機で「狭すぎる飛行機が!」って言って醜い体さらしながらさギャーギャー喚めいてるバカ女みたいなやつなあれなあれはむしろポリコレ嫌われる要因ですよってしか思えないやんやけどあれ「狭すぎる」ってまだから痩せろよっていう。 うんな恥ずかしいよな、生きてるのはあんな。<laughs> うん。恥さらしもええとかやだあいつ。うん。もっとデブ、を塩らしくしとけよ。声ができんだよ。生き恥だねいや、でも、努力でどうにかなるとは言わんけど、自分が太ってるのが悪いって普通なら考えやん。<laughs> 飛行機が狭すぎんのよ、デブに優しくないのよって。言うなんて、頭おかしいと思わんのか、自分でって。 そうデブでもこうやって塩らしく「いやー自分が太ってるからこれ苦しいよな」って普通俺がデブやったらそう思うのよそれをさギャーギャーギャーギャわめくのがマジでザッポリこれって感じでムカつくわ <laughs> <laughs> な終わってるよな石代2倍にしろお前本当にそんなギャーギャー言うんやったらつつましく塩らしくしろうん情けないよなうん説教狩りだねってよかった俺痩せてて うん、その話はやめろでデブもいますうんうんうん最近会社にヤクルトレディが来るんだけどおじさんの列がすごいぞ <laughs> どういうこと <laughs> ちょっとあのええー、感じの若いあの30手前ぐらいにヤクルトレディが来ておじさんたちが「ヤクルトヤクルト! <laughs> うん」地元アイドルみたいな扱い受けてんのが「<laughs> ヤクルトレディってまだいんのか?」 まあそのためにちょっと私もうちょっと地下アイドルきつくなってきたからヤクルトレティーみたいなさそういう人がやってんのかもしれんやんな本当にいるんだないやちょっと若めの人なんじゃない女はいつだってちやほやされたい気もんやからなミニスカだしなだそれはエロいねうんうんケーブルテレビ48みたいなおばさんアイドルいたような知らない うん俺のママヤクルトレディーだよでそれもちょっと需要がおそうやな飲み物飲み物お茶お茶お茶うんヤクルトボーイはいないのかでもヤクルトボーイもいてもおかしくないよなおばちゃんに配るようにってちょっと爽やかなイケメンのさおめ三30とか20後半のさお兄さんがさばって「ヤクルトよかったら飲みませんか?」って言ったら「あかおわ私」って。 <laughs> うん、で10本あの10ダース買ってくれる人はこうやっちキスしてもらえんね <laughs> <laughs> まあ男の地下アイドルも年取ったらそんなことし始めるやろなうん本当にせえって金になるな <laughs> 水商売やんけでまあそんなもんでしょ <laughs> お前なら人気者になれるぞ本場 B <laughs> うん30超えたらヤクルトババアだろうって30はお姉さんやねんな うん、うんうんヤクルトリーグはそんなけれてねえぞー俺ゲーセンでも人気だったしうん30とかめちゃくちゃいいじゃんでめちゃくちゃとは言わんけどええよな <laughs> <laughs> 正直<ー>30とかなええやんなうん馬場じゃねえかいや30はそんなことねえ35は怪しいけど うんおえちゃんが売りに来たら買うんだけどなうんおえちゃんナンパとか成功率高いいやしないです <laughs> 高3の頃に友達でやってあの全然声かけれやんなって顔真っ赤にして失敗してるぐらい <laughs> ないですうん恥ずかしかったイケメンの友達を連れてって言ったんやけどな <laughs> うーん、ティッシュ配りのバイトしろよで俺働かない。うーん、できるやつすごいよなって社会経験ですね。うーん、成功してキモいもん挙動が俺無理やって。ききききめや今なな何をしててひひましてんのかよ良かったら一緒になんかあのププリグラでも取りに行かんかって <laughs> 急に言われてもさ無理やろ。そんな感じやるな。おどおどしながら。 多分そんな感じだったと思う18高行少年うん,うん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 通報されちまうようんおえちゃんが上司だったらなーってあんまりよくないと思うイケメンの友達は成功したか似たようなもんや俺と <laughs> 大変そういうやつが集まんねん そいつあっっあ、受かったらさーって、女の子って、こうやって、俺も横にチョコンってつきながら、そいつが声かける番で、こうやって、一緒に、プリクラでも取りに行かんって、プリクラが時代感じでやろ、プリニクラでも取りに行かんって言うて、えて顔されて、固まってた、そいつは。で、あかんってなって、こうやって、二人で顔真っ赤にしながら、こうやって、三人やったっけ、その時三人や。あかんな無理やな。できやんな、これ。っていう感じで、若気の至りだね、で、もあね。 うん、なんか当時はプリクラウトに誘うものやと思ってない違うんかなうんそいつらとはまだ仲いいのう一人はあのまだいるよちゃんともう一人はどうなったかしら取 <laughs> ってどうすんのってえ記念にすんの <laughs> 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 形に残したいへえうん そんんなもんやちょっと今多分ね顔赤く見えてるけど単純に赤いだけや。<laughs> うん、<laughs> 当時思い出して恥ずかしくなってるんや。今ちゃんと赤いだけや。<笑>いい笑い話だな。恋愛市場って女が主導権を握るんだぞーってそれ若い時だけな。<laughs> 年取ったら全然立場変わるからよく覚えといた方がいい。<laughs> うーん。 うんプリクラとか人生で一回しか撮ったことねえよ最近はバケモンになるからなあれうん,うん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 プリクラ漏れるって言わねえあれバケモンに仕立て上げてるわあれかバケモン製造機やんなあれはちょっと分かんないですね僕は宇宙人やんなあれがいいって思うんか本当に世の女は うん、男でも可愛くなるんだよ可愛い子が微妙になりがちいて可愛い子の方が少ねえんかやっぱり世の中大阪旅行でもしろよで一回行きたいけどなうんうんお前のプリクラしわ隠れてなくて面白かったぞってこうやって目尻にしわがここしっかりついてんのな可愛いい顔しながらここしわしわな なっちゃうんですよ、ね、う,ーんはーうん、うん、友達グループで遊んでる時にこっそりプリクラに連れ込まれてベロ中された時は興奮したよホモじゃねえか <laughs> だんだんその寝取り癖の女みたいなんがいたんかそれはエロいなまあそれサークル崩壊したやろなそのグループはうーん AV かよってうーんエロ漫画の話だよねそうです、うんうん、話だなうんうんうん怖え話だなあっていやうんうんうん25以上から女の価値と男の価値が反比例するイメージだよなってまあ折り返しかもな女はこうやってこう上がって こうあまあ、見えんかこう上がってえこう上がってこう下がっていくっていう感じやけど男の場合はおめえこうやもんなずっとうんいやそうやな右肩上がりだったらいいけどでこうこういう感じかうんうん それ男だからそう思うんじゃないかって男が女に対してどう思ってるかの評価でよくね女がじゃあ男に対してどう思ってるかっていう評価も入れようかどうな女から見ても男は若い方がいいんか女性は右肩下がりだろうでまあスタートラインがじゃあ十八からやっとしようか女はこうです <laughs> 男十八から、えー、こうですってことか。 うん、正解だよまあ割とそうなんだろうな金が絡まないんだったら若い方がいいぞででもやっぱり精神的な大人の余裕みたいなのも必要やと思うのな僕はねうん <laughs> うんほううんうんうん 今日お母さんが、女は年取ったら価値なくなるから男の方がいいよって言われたよ。<laughs> どういうことえ、え、ホモに目覚めろってこと <laughs> うん。あれか、女に生まれるんじゃなくて男に生まれる方がいいよってことか、ホモに目覚めろって言ってんのかなどっちか。<laughs> うーん。まあ、一般的な考えじゃね。うん。 友達を大切にしろって意味だろあなるほど友人関係の話かいやちょっと違うんじゃないか趣旨とはうん,うん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 生産性がねえじゃねえかよホモはな不女子しか生産してくれや不,不女子がいるから生産性はあるんかもしれんけどう <laughs>。トランスジェンダーになりたい少女たち読んだか読むわけがない何それ読んだ方がいいの <laughs> 頭おかしくならん <laughs> 何言ってんだこいつって思っちまうわ <laughs> なりたいんやなりたいの <laughs> トランスジェンダーってわがまま通り放題でめっちゃ得じゃねえみたいな<笑><笑>そだからさオリンピックとかもそうなってるでしょ <laughs> よくないのよ <laughs> 私がトランスもし俺がトランスジェンダーで女だったらもう女の大会に出れば無双できるのにって <laughs> そういう内容やろなきっとなりたいってことはでも女たちやったな トランスジェンダーって男ばっかじゃねえってそうなん夢があるねえって。うーん。自称 X ジェンダー。X ジェンダーって何ツイッターにいジェンダーっていうのは女子中学生に多いらしいな、今。<laughs> 一生いじろうな <laughs>。もう信用できやんわツイッターでさ、自分トランスジェンダー僕はとか言ってるさ、クソ女。 <laughs> そいつらがさおめ年取ってさおめこうやって中学の頃お前トランスジェンダーになりたいって言ってたのに何結婚してんのってさ大人になって言われんねん <laughs> なるやろうな痛いなうーんまあ中学の頃なんて痛いもんやけど SNS のせいでかわいそうやで最近の子は分からせられたでそうそうそう「地球 <laughs> 降りてくるかよ」ってなるのよどうせ <laughs> チンチン入れられたらチンポには勝てやんにやってチンチンに従いなさんあんたは 本当にトランスジェンダーごっこなんかしてないでいいからチンチンに従いなさい勝てないんだから <laughs> チンポニャーってそうそう,うんうんそういうエロマンが好きだようんムラムラしてきたー 男も女もチンコに従うってことなんだねってさあな。いいな。平和の象徴にしようぜ。日の丸やめてちんちんにしゃへん。日本の国旗。うん、いいかもな。そういう平和があってもいえよな。うんうん。え、どういうことって言うと。 え新しい日本の国旗考えたいんけど、どう <laughs> どうこの国旗。これ良くない日本です。いいかも。うん。これがジャパン、ジャパニーズ変態って。<laughs> お前らが変態変態言うから変えたわ。うん、日の丸要素残してるから。 うん。構図がいいね。君がよ、歌ってよ、って、これでな。<laughs> 君が、よ、は、千代に、ひや、千代に、さざれ、石の、 庭を隣りて苔を結むまでありがとうございましたいいね心に響くねうんあごめん俺君が歌いあんねん在日やから知らんねん 歌ったことないし禁止されてたしへえまあいろいろあるよね多様性多様性 <laughs> うん固形ノーやったよな俺毎回間違えんねんそれ歌詞知らんねん三重は反日国家だからなそうやねん俺は新日なんやけどな工藤新日探偵さうん歌詞の意味わかんねえしなんて難しいよね うん,うんうん思いついたことそのまま口にするようなあてそうそれが彼の素敵なところなんだ「テンションどうしたんだよ」ってんか鼻がむじむじするんじゃうん結婚おめでとうありがとうございますうーん 国歌もラップにしようぜで、まあうん、君が代まあいろいろ言われるけど別にいいんじゃないそれ歴史的文化を守るって意味でよ。俺もあんまりなんかそのあんまりピンとこないんやけど正直曲は。それはそれでいいと思う。うん、歌いにくいよな単純に。いや君が代かっこいいじゃんでなんか奥上で歌うには高すぎるし奥下で歌うとなんかっていう歌いにくさはあるよな。言われてんのでまあ一部ではな。 ドラクエのオープニングが国家なんじゃないかって言われてた時代もある。<laughs> うん、いぶかしさ、えいぶか、い、いつくしかさでいいと思うさやな。うん。が、にょ、わ。歌いにくいもんな、やっぱり。<laughs> おごそこさな。 うんにょーって <laughs> 君がよでさ、あの、遊ぶと怒られるからやめよちんちんこ気にしてなんやけど。君がにょ。<laughs> 突撃君がにょ。可 <laughs> 愛い,いかもこ。こうやって歌おうぜ、みんなで。君がにょーは。はっは。 <laughs> いいかもしれん、うん、うんうんうんいやー牛のお面つけてなってうんドイツかよってそれはちょっと違うからねあれ怒られるからねこれうん <laughs> <laughs> ダメよ俺 <laughs> らしいよ日本人も最近それで怒られてたようなうんポーズの意味が変わってくんなーって ツイッチならばんだよ。あ,あ、そこそこ本当にな、ね。ツイッチはあの運営者がそ,れその人なんでダメですよ。あいつらナチスアレルギー異常だろうって。まあ、よくないとは思うけど、アレルギー異常。うん。えー、聞いてるね。すぐ聞くよな、ツイッチって。うん。敏感だねってちょっとね。うん。昔の話だしな。 うんうんうんアドルフなんて普通の人名なのにな映画のフリー素材だよニコ生みたいなゆるさがいいなーって俺も言うてオープンレッククソゆるいけどえー、人によっては「君が代」マイナス5キーで歌ってたでもそれは最近の発想やな なんか君が代これさ多分後にやけどさこのまんまおめえらさ口うるせえやつらが増えてて時代が進むとさ君が代歌いやすいようにって歌ってくれって言われてキー変更しましたってなったら「国の曲のキー変更すんな!」みたいなやつ絶対出てきそうなんなら今,今でもいると思うそれはあるやろうな「キモー」って「元気中ちーな」っていやもういるやろうな実はアクアタイムズが元気で歌ってオクターブ上で歌ってめちゃめちゃあの あれ,あれなんか下手で荒れたみたいなのがあったしうん大石がやったのは最近じゃないぞってキー変更かいやでもそれは割と現代人の発想やと思っちゃうわ <laughs> 下手で荒れたんだろうって歌いにくいねんだから君がよって曲が単純になうーん楽とはうまかったキー合わせてまで歌いたいか そこまで厳しくはならないいやキー変更ってでも結構難しいラインやなって思うけどな俺でも思うんやでキー変えて歌うの好きじゃない俺も正直そうなんでその曲のキーにしてるんですかってのがやっぱあるからなうーん最近の曲は高いからなうーんうんうんうん こころど違和感にななっっちまうよなって誕生日おめでとうありがとうございます昔から高くねえかって学校の効果とか全然覚えてねえやで俺も覚えてるけど歌わないですよ個人で楽しむ分にはいいだろうってまあ聴かせるもんとしてはあったらちょっと考えなあかんってくらいやな別にカラオケでキー原曲キー変えるなとかそんなん言わねえよ ちょっかわいくてごめん、うん、それしか覚えてない、ね、最近の曲うんふるっていうのやめな新しいからねうん年取ったのうん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 お前声んいのに音域終わってんのか。いや俺結構音域広いよ。行くよ。 <No! 笑> ななそうです。そう、so。んうん。いや、今のそうです。顔真っ赤だぞ。人前 <laughs> で歌うの恥ずかしい。うーん。なんで鼻にかけるんだそう。ほ、so、んとやな。うーん。 上沼恵美子ってあのお笑いの評論家の人やっけ俺誕生日一緒なんえー「スバルの幹ってえー「スバル三木の弟か名前分かんねえ後世って読むんかそれ <laughs> あ,<ー> <laughs> あそうなん一緒らしいです水島ひろね彦にゃんないやそうより高い声出ますよ僕 うん、えー、なんか弾こうかな歌おうかなーえー、っとーなんか曲あるでもあんまり何の曲弾こうかなっていうのが思いつかねえなー「君がよ <laughs> いや「君がよまずいでしょ。 ハッピーバースデー今日引いてあんまりうまくなかったそうなんよ足つる足つる足つる ハッピーバースデイトゥユーハッピーバースデイトゥユーハッピーコード忘れた。<laughs> <laughs> あれ ?G7 やっけよ <laughs> し。 37人生半分終わってねえかでまあな。チューニングしてくれって今日一回したけどな。シマウマはてカポネート弾けねえある。足釣りそう足釣りそう足釣りそう。 俺コインで弾いてんねやってこの前から <laughs> うんそうなんよなで今日爪切ったんよそうそうそうギター弾くかもなーって思って。 うんずっとこういうのんびりしといてくれよでぼっちザロックみたいだねこれ何のコードやっけ ?A メジャーセブンス違うなメジャーセブンスってこうやったっけ これ何だっけやべコードの名前出てこねえや今もッちちゃんに似てね F 弾ける <laughs> やったー F だー マイナーセブンスやったえちマイナーセブンスやっけこれ違うあこれマイナーセブンスやったっけ違う D セブンスかあれ D メジャーセブンス忘れた <laughs> あれ D セブンスはこうやで、ね、D メジャーセブンスやなんかコードも忘れちまったな ABC の歌を歌える LBCDEFGFIJKLNNOPTQRSTUVWXYZUB 何となく歌いますあどっどちらなっけ あれどうっ,てんっけな「パワーコードってなんだ?」って音3つか2つうん2つで弾くあパワーコードは2つやっけ わかかんねえからすごく見えるようででしょうーんこそれんしたで全然久々に弾いたキュルキュル音がいいねってこやろこれいいよなポイズン弾いてくれよドゥ,ードゥドゥードゥドゥン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 ,ドゥン最近の子らにはマジで聴いてほしいわポイズン ギターは僕は昔七年弾いてましたいつまでも信じていたい 「最後まで思い続けた」「分は生きる意味が合うはずと」「冷めた目で笑いかけてる」「正しいを犯されたやつ」「涙を流す痛みはあるのか」 言い「ことも言えないこんな世の中じゃ」「ポイズン」「俺は俺を騙すことなく生きてゆく」「ドっすぐ向き合う今に誇りを持つために」「戦うことも必要なのさ」 <laughs> いい曲だ。ガタガタうるせえなって。うるせえよな、最近のやつのガタ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 よ。<laughs> ああ。本家超えてる。それは信者。<laughs> お前は言いたいこと言いまくってるけどなって。うん。ポイズン。俺は俺を騙すことなく生きてゆく。Oh, oh. <laughs> うん、ポイズン高雪きだね <music> 正直もっと賢い生き方いっぱいあるんやけどさインターネットでもやっぱりな自分を騙して生きてけねえんだよ俺は <laughs> アーカイブのコメントにも書いてあったわ <music> ハイゲーブーストを生かせなかった男って <laughs> いらねえよ <laughs> 俺は俺は俺らしく生きてければいい <laughs> 自分に嘘つけねえんだな うん。ギター漫談だね。まあ、それがいい人は限らんけどね自分が生きやすいんだ。うん。反りちに見えてきた俺は俺を騙すことなく生きてゆく。おうおう <laughs> 見える見える。 うんうん超かっこいいじゃんでまあな場所選んでお前らもそうしろ <laughs> 場所は選べうんダメなところもいいんだよなって ねんけうん「ギター弾けんのいいね」今のは違う「騎士団のワンナイトカーニバル」。 いカニバル胸の奥ズキズキと音立てるエンジェル捨て猫みたいな俺たちに帰る場所なんてもうどこにもなかったエンジェル Can you master baby master babyCan you master babyMaster babyCan you master babyMaster babyCan you master babySo long 瞬きもせずに、俺たちは光の渦に巻き込まれてく雲の隙間に。 デンセー。青白き月を照らせ。星がうを叩くリーサン。寂しがり屋たちの演説さ。ワンナイカーニバルファファン。<laughs> ギター弾けやって <laughs>。ノリノリじゃん。 うん。ギター弾きながら歌えるか分かんねえ。もっとセリフ部分歌ってくれ。セリフ部分って何だったっけ俺んとこ、俺んとこくないか <laughs> これか。俺んとこくないか に怯えてたのさ「夜の闇に逃げ込んだエンジェル」「捨て猫みたいな俺たち」「ガルバ所なんてもうどこにもなかったエンジェル」ベベ「Can you m a s t e r baby m a s t e r baby」ベベ「Can you m a s t s r baby m a s t e r baby」ベベ「Can you m a s t e r baby m a s t e r baby」ベベ「Can you m a s t e r baby solo」 まばたきもせずに俺たちは光の渦にまこわれてく雲の隙間に照らせ青青白き月を照らせ星がまたたくりさ 寂しがりやたちの伝説さ」「ワンナイカニバーファーファ」 ちょっとこの辺の辺かんねえなどっからどこに繋がってんじゃん頑張ってるねーカチャ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 言ってるピックじゃないからなカポは甘えだぞつけてねえよ <laughs> 頑張ってるねーやっぱギター弾かない方が歌うまいよなピック見つかんなかった 小六から十九までギター弾いてました。だから吹奏楽部やってん。<laughs> なんかゲームっぽいやん。<laughs> ディードディードディード。 てか魔界村のあれかこれうーんサックス今でも吹けんのかサックスは腹筋あんまいらないから多分吹けるあっ言うなまか何かそんな感じやな確かに確かにその後何やったっけ <laughs> ミファファファーシャープファ違うソーファーシャープやグルメレース弾いてよ違うな最初の音がそもそも違う最初の音なんだろう シュワシュワぐるぐるは弾いたよもう「タンタン」タン最初の音が分かんねえ「草加マッド」の曲でしょうんコインだから単音弾きたいのかいやコインだから弾きにくいんだ単音が。 まあ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 、ギターもよいいじゃねえかよえし、たまにはなもうポイズン弾けたで満足とよしえー、やめんの早いそんな長々行く気ねえよよしうーん寝る気かよで3時には寝ようと思ってたらもう3時20分じゃねえかよ うん、歌いてだら違います。バースでアニマルはあり今日はゆっくり寝て、また明日ちょっとね、誕生日会を終えてから配信できたらなと思ってるんでね、ありがとうございますね。カラオケしてくれ、俺人前で歌うのは恥ずかしいんだ。もう寝れんので寝ようと思えば。うーん。 うんうんうん。いつも歌ってんじゃって恥ずかしいって思いながら歌ってるんだよ、いつも。まだいける。うん、17時に寝て3時に起きるのは、え ?3 時に寝るのは早すぎる。うん。わかる。わかる。顔も真っ赤らしいな。結局ゲームなしかいないです。はい、ないです。<laughs> はい、です <laughs> 誕生日にゲームって感じじゃないよね。ないです。 うんいい笑顔だねやだろうおめえら誕生日にスプラされたら <laughs> なんか <laughs> 去年はポケモンスタジアムだったぞああれ去年かあれおもろかったよなうーんでもそれ次の日なんじゃねでもあ今年はお誕生日会あるからなうーん 誕生日に切れないで全然怒っちゃいないようん配信者を祝うゲーム楽しかったな <laughs> お前はどこに行っても大丈夫や今日は配信者祝うゲーム楽しかったよ <laughs> いいね15万円のゲームなんて <laughs> うん、ボタンを押してエールを送れポジティブやな <laughs> みんなで出し合った <laughs> でも人生をゲーム感覚で見れるやつの方が結局うまくいくみたいで、まあ、人の心ももちろん持った方がええけどそのゲーム感覚のやつの方がやっぱりいいらしいな基本的には体制するならねうーん グラフィックだけはいいクソゲーな。まあ実際そうだよな。賢い行動をとるっていう。うん。このキャラ全然俺の言うこと聞かないんだけどってバジ、レベルが足りんのちゃうかバジの <laughs>。誕生日にポーカーで一平超えてくれよ。 関係をすでもそうだろうなでも結局社会とか,でとか世の中出たりこうやってるとこうやって絡んでくる人間みんな数字見てくるからだからそういうやつなんか体制対戦してんやろうな俺結構そういうの嫌いなタイプやもんそれはねあるだから俺は向いてねえわだからこのインターネットっていう配信会を動かすにはそれはそうなんだろうな疲れるよなって疲れるよな ううん24時間記念配信はあって今日じゃねえな優しくされたら好きになるじゃんまあでもそこ順応できるやつの方が結局いいんだよだから声優でいう枕営業みたいなもんだうんふうこんなん初めてやうん視聴者数を数と捉えられたら強いってことか いや、数で考えてますよ。<laughs> それはね、うん。さすがにね、うん。まあ、お前らやとは思ってるけど、数で捉えてますよ。え、うん、うん、それはそう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 。まあ、ある程度はね、質じゃないので、まあ、質もある。うん。ふう悲しい。で、ちゃんと人として認識してるから、今んとこ。<laughs> 俺たちはお前の困ってことかよ うん、<laughs> いい駒だ <laughs> ありがとう <laughs> 悲しい被害者ぞすんなって <laughs> <laughs> うん悲しんどる悲しんどるそれもまた感情が動いたな <laughs> うん米ピクミンだようん作品作りの仲間じゃないですかでそうあってほしい <laughs> うん いいなくなくったら悲しいでしでょそれは悲しい素直にうん、うん、俺らは絵の具なんだねってそれで俺がこうやってなキャンバスに彩んねんキャンバスやっけキャンバスやっけキャンバスやな彩んのなうんうんうんいやーアートだねって現代アートだキャンパスは大学なって難しいよなその辺 うん、みんな灰色だよで実はお前らも灰色の中にもあんな知ってる灰色って200種類あんねんうんうんそうそういろんなお前なんか白黒映画とかで活躍してんねんお前らは <laughs> <laughs>、うん、そうそう白黒映画で大活躍 ナフキンとかナプキンとかなってあの辺分かりにくいよなスナフキンなんかナプキンなんか時代遅れだなまあそういう跡があってもいいじゃねえかよさあまたおしっこしたくなってきた <laughs> よしということでなおめーらありがとうなまあ改めてなまた明日ちょっと枠取れたらとは思うんですけども本当にえもうだっておしっこしたいんだけどしてきていいよで今日話すことあるっけ他になんかおめーら言いたいことある俺に 15万円分の配信しろよまたちゃいますやんそれはそれは別ですやんうんうんありがとうなうん金取っておいてなってっありがとう素直にありがとううん まあそんな感じで皆さん、本当にありがとうございました。まあ夜な夜なもう目の3時半やし、明日に備えてゆっくり寝なさい。おやすみなさい。では、ありがとうございました。バイバイ。いい夢見ろよ。おやすみ。さよなら。またな。あんがとん。あんがとん。またな。